天島は南太平洋のメラネシアに属するビスマルク諸島の最大の島である面積3万6,514平方キロメートルで世界第38位最大都市はラバウル全島パプアニューギニアに属し熱帯雨林に覆われ火山活動が盛んであるカゼル半島のバイニン山地には2438メートルの最高峰シネビット山がある ウラウン山、ランラ、ガーバナグループ、スールーレンジ、タブルブル火山、ブルカン火山、ラバウルカルデラ、ダカタウア火山。約3万5000年前には人類のいた痕跡がある。サフル大陸から渡ってきたものと思われる。1700年2月27日、ウィリアム・ダンピアがヨーロッパ人として初めて到達した。彼はこの島をラテン語でノバ、 ブリタニアのバブリタニアと名付けた。ドイツは1884年から1914年までの間、ニューギニア東北東部とビスマルク諸島を含む周囲の島々をドイツ領ニューギニアとして支配し、植民地当局はこの島をノイポンメルンと名付けていた。1914年9月11日、ノイポンメルンにはオーストラリア陸海軍遠征部隊が上陸し、 第一次世界大戦の最初期の戦闘の舞台になった。同年オーストラリア軍がドイツ領ニューギニアを占領し、1919年のベルサイユ条約以降はオーストラリアによる国際連盟委任統治領となった。なお、オーストラリアによる占領初期、占領当局はドイツ領ニューギニアやドイツ領マーシャル諸島の切手に GRI と上から印刷して臨時に流通させていたが、 これは後に切手市場で非常に高値で取引されている。第二次世界大戦中は日本軍が占領し、ソロモン諸島方面進出の拠点とした。連合軍はこの島を孤立させ、迂回して日本本土に向かうこととし、日本軍との正面戦闘は回避することにした。1943年、移号作戦、ラバウル空襲。 1943年12月15日、ニューブリテン島の西部の荒上に、アメリカ第112機交連隊が上陸。12月26日にはアメリカ第1海兵士団もグロスター岬に上陸し、この地域を守備していた日本軍の第65旅団や第17士団を攻撃した。2月中旬には、日本軍は撃退され西部ニューブリテンは連合軍の手に落ちた。 西部ニューブリテンを占領したアメリカ軍は満足し、これ以上の投進はしなかった。エミラウ島の無欠占領、竹市船団、孤立したラバウルの日本軍は終戦まで自給自足を強いられることになった。1944年11月4日、ランディングアットジャキノベー。1945年3月10日、バトルオブワイドベイ後に、オーストラリアの統治下の パプア及びニューギニアの一部となった。1975年9月16日にオーストラリアからパプアニューギニアとして独立した。ラバウルは1994年にタブルブル火山とブルカン火山の同時噴火で大きな火山被害を受けている。ニューブリテン島はパプアニューギニアに4つある地方の一つ、当初地方に所属し、2つの州に分かれる。民族は 一万年前に到来したパプア人と二千年前に到来したオーストロネシア人の二つの集団に大きく分けることができる。トライ族は母系性で他の集団は不系性である。約十のパプア諸語と約四十のオーストロネシア語族が話されている。また、徳、ピシンと英語が話されている。トライ族にはドゥクドゥクと呼ばれる秘密結社があり。 伝統的な宗教的かつ政治的な活動を行っているウィキメディアコモンズにはニューブリン倒に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。